はい、皆さんこんにちは、たかです。本日は2024年11月2日です。今回は HKT 法廷で劇場で開催される7期研究生ラムネの味方公演を見に行きます。この公演はセットリストのストーリー性が素晴らしく、また各楽曲の人気も非常に高いです。さらに7期研究生のダンスパフォーマンスや MC でのトーク力はこれまでの HKT 法廷の研究生の中で最も高い評価を受けています。今回はどのような公演を見られるのかとても楽しみです。この動画では7期生のオーディション開催決定からこれまでの約1年間で起きた出来事、7期生メンバーの紹介、公演の感想などを述べています。この動画を見ることで HKT 法廷の7期研究生について詳しく知ることができます。他の法廷グループのファンの方でも分かりやすく満足できる動画だと思うので、ぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。この機会にまだチャンネル登録していない方はチャンネル登録していただけるととても嬉しいです。ここで簡単にオーディション開催決定からこれまでの約1年間で起きた出来事を振り返ります。2023年11月27日に ZEP 福岡で開催されたライブ HKT 法廷と秋ライブ2023博多にまつわるエトストラにて約2年ぶりとなる第7期生オーディション開催の発表がありました。2024年1月から4月のオーディション期間を経て、4月25日に KBC アサデスにて最終合格者が発表、5月9日に LINE キューブ渋谷で開催されたコンサート HKT 法廷と春のコンサート2024ホップステップジャンプ夜公演にてお披露目されました。オープニングで人差し指の銃弾、君のことが好きやけん、コンサート中盤でチェインオブラブを披露し、終演後はお見送り会に参加しました。3日後の5月12日に HKT 法廷と劇場で開催された HKT 法廷と7期生全員生出演ニコニコお披露目特番では各メンバーのキャッチフレーズを初披露。6月12日のチーム H 目撃者公演の前座ガールズに中野みなみちゃん、松本まかちゃん、吉田めいちゃんが最初に出演し、その他7期生も次々と初出演。7月31日に青木ひな子ちゃんが前座デビューしたことで7期生全員が前座出演を果たしました。6月23日と7月28日の敗退誓いにも参加し、6月23日のステージイベントでは7期研究生公演開催の発表がありました。そして8月11日に7期研究生ラムネの味方公演が初日を迎え、同時にこの日は7期生全員の公演デビュー日でした。8月16日に HKT 法廷と公式 YouTube チャンネルにて HKT 法廷と18枚目シングルの選抜メンバーが発表され、7期生からは江浦優香ちゃんと優藤彩音ちゃんの2人が選抜メンバーに選ばれました。これを機にシングル発売記念イベントや横浜アリーナで開催されたアットジャムエクスポ2024など多くのイベントに参加しています。8月18日に各メンバーの公式 XQTwitter アカウントを開設、そして8月28日に7期生が出演する番組 HKT 法廷と7期生の輝けトップアイドルへの道の放送が決定しました。8月30日から LINE ブームにて放送を開始し、 HKT 法廷と7期生がアイドルとして芸能界を生き抜くためのスキルを身につける武者修行番組として様々な企画にチャレンジしています。7期生の魅力がわかる番組なので、興味のある方はぜひ見てください。9月28日に福岡サンパイスホールで開催された HKT 法廷と学園文化祭コンサートでは、開演前に7期生ゲームブース企画が行われました。10月12日と13日の2日間は横浜文体で開催されたブースティーファン祭り2024に参加し、ミニ運動会やトークショー、敗退誓い、スペシャルライブなどを中心に多くの見せ場がありました。10月23日に HKT 法廷と劇場で開催された栄光のラビリンス感謝祭に出演。7期生は一度もラビリンスのイベントに参加する機会はなかったのですが、 HKT 法廷との歴史ある曲を披露できたのは良かったと思います。そして本日11月2日に HKT 法廷と劇場で7期研究生ラムネの味方公演が開催されます。早いもので5月9日にお披露目されて、あと少しで半年が経ちます。現時点では X 以外の個人 SNS およびショールーム配信は始まっていません。またチーム公演やひまわり組公演に出演したメンバーもいません。あと少しの間は研究生公演中心の活動が続きそうです。今の7期生は先輩と関わる機会がほとんどなく、さらに全員が同時に正規メンバーに昇格して同じチームになれば、今後も先輩と関わる機会がありません。これからショールーム配信や他の公演への出演、コンサートなどを通じて先輩メンバーとの交流や活動の幅が広がることを期待しています。それではこのタイミングで本日の公演の出演メンバーを紹介します。本日の公演の出演メンバーは石井彩音ちゃん、石川亜美優ちゃん、いじまりりあちゃん、片平さらちゃん、呉優奈ちゃん、鶴川なちちゃん、長野ララちゃん、松永優衣ちゃん、松本もかちゃん、中野みなみちゃん、吉田めいちゃん、竜藤彩音ちゃんの12人です。石井彩音ちゃんは10月8日に放送された RKB ラジオ坂田修大の
いいねちょうだいに初めて参加しました。このラジオ収録で初絡みだった山内ゆうなちゃん曰く、よくわからない子であっという間の時間だったとのことです。その他松永ゆいちゃんや山川まりあちゃんもこのラジオに参加し、他の7期生も今後出演すると思われます。そして中野みなみちゃんは KBC 高校生の時間の新レギュラーとして出演が決定しました。グループに加入してわずか数ヶ月でレギュラー番組を持てるのは本当にすごいことだと思います。7期生全員の紹介動画はお披露目直後に2本投稿しています。概要欄にリンクを貼っておくので、この動画を見終わった後に見ていただければ7期生についての知識をより深められると思います。 HKT48 劇場に到着しました。劇場前に展示されているジャケ写は、少し前に最新シングル僕はやっと君を心配できるのジャケ写に変わりましたが、最近やっと下りエスカレーター付近に展示されているディスコグラフィーにも追加されました。本日は10月21日に開催されたラムネ飲み方公演以来2回目の12人公演です。通常の16人より4人少ないので、各メンバーのパフォーマンスをしっかり見ることができます。また全体曲やユニット曲のポジションがどのように変わるのかも注目です。それでは時間なので、7期研究生ラムネ飲み方公演を楽しんでいきます。公演が終了しました。本日は大分で開催されたスポーツオブハート2024に多くのメンバーが出演し、かつ悪天候であったため、あまり激動にファンの人は来ていませんでした。おそらく後方3列はほぼ空席だったと思います。しかしその代わり、今回の僕の座席番号は172番であり、二次受付で応募した割には比較的前の席で公演を楽しむことができました。余談ですが、12人公演のチケット料金は通常の研究生公演より300円安い3500円です。コインロッカー代が300円なので、その差額分だと考えれば少しお得感があります。公演終了後のペーペードーム周辺は悪天候の影響で非常に寒く、これから訪れる冬の寒さを感じました。ちなみに新劇場になって初めてアンコール中にトイレに行きました。急激な温度変化による体調不良には十分注意する必要がありそうです。そして話は変わりますが、本日11月2日は HKT48 の3期生がお披露目されてちょうど11年です。今から11年前の2013年11月2日にひまわり組パジャマドライブ公演初日でお披露目されました。9人中5人はすでに卒業しましたが、残りの4人は今でも活動を続けています。3期生9人全員のさらなる活躍をこれからも期待しています。それではいつも通り公演の感想を話します。本日は僕にとっては8月31日に公演を見て以来約2ヶ月ぶりのラムネ飲み方公演でした。2ヶ月前は全体曲もユニット曲もポジションに変更はなく、初日公演の時と同じでしたが、本日の公演は新しいポジションで出演したメンバーが多かったです。中野みなみちゃんは全体曲とユニット曲どちらも新ポジでした。全体曲は山川まりあちゃんのポジションで出演、ユニット曲はフィンランドミラクルを披露しました。まだ15歳で年齢の割には大人っぽいイメージがありますが、フィンランドミラクルで年相応な可愛らしさが見えてとても新鮮でした。リュウとエナちゃんは片平サラちゃんと共に眼差しさよならを初披露しました。クロスと同じく大人っぽい曲ですが、可愛らしい見た目とのギャップが際立ち、とても魅力的なパフォーマンスでした。ナイスチューミーチューは長野ララちゃんは2ポジ目、松本もかちゃんは初めて披露しました。また2人ともクロスにも出演し、かっこよさと笑顔どちらも見ることができました。松永ゆいちゃんはウイニングボールで初めてバッターとしてサインボールを客席に打ちました。結果は空振りでしたが、次は立ち見席まで届く特大ホームランを期待しています。さらにリュウとエネちゃん、長野ララちゃん、松本もかちゃん、松永ゆいちゃんの4人はユニット2回転で大活躍でした。その他12人公演ではセンターの伊島リリアちゃんとグループ最年少のクレユナちゃんの2人は一生懸命頑張る姿と楽しそうな笑顔でファンとメンバーどちらにも癒しを与えてくれました。またダンスパフォーマンス
スだけではなく MC も成長を感じました。2ヶ月前と比べて違和感がなく日常会話に近い自然な MC ができていたと思います。公演終了後にステージから吐ける前のファンサは他の公演の2倍以上の時間を使って行っており、一人一人のファンに対してしっかりと列を送っていた点も好印象でした。お披露目から約半年が経ち、ようやくメンバーの顔と名前が一致し始めた人は多いのではないでしょうか。推し面を見つけたファンの人も多いようで、劇場は推し面へのコールや内輪で盛り上がっていました。皆さんはどのメンバーに注目していますか？ぜひコメント欄で教えてください。以上で公演の感想はこれで終わりです。明日は山川まりあちゃんの生誕祭で、7期生にとっては初めての生誕祭となります。どのような生誕祭になるのかとても楽しみです。この動画が良かったと思った方はチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。また YouTube の検索欄に HKT48 高谷と検索するとトップに僕のチャンネルが出てきます。そこからでもチャンネル登録と動画視聴ができます。ご視聴いただきありがとうございました。